自民党の高市さなえ経済安全保障担当省は18日、自身の XQ ツイッターに国家経営を担うべく心を固めていると投稿し自民党総裁選への出馬に意欲を示した高市氏はこの日奈良県での会合で講演したことに触れた上で、ふるさとの奈良県の皆様からの熱いエールを重く受け止め国家経営を担うべく心を固めているところだとしている。